横浜市立図書館は神奈川県横浜市にある市立図書館である。横浜市内18区にそれぞれ一つの図書館があり、全館で約410万冊の図書を収蔵している。18館を横浜市立図書館と総称するが、各図書館の名前は、立が入らない横浜市図書館である。1921年に横浜市中央図書館の前身である。 横浜市図書館として設立された。1974年の磯子図書館の開館を川切りに順次数を増やしていき、1994年の中央図書館の開館で一区一館計画が完成。1994年に出された夢は、まあ、2010プランの基本計画では図書館八館の新設と地区センター等とのネットワーク整備が構想されていたが、実際には、 青葉区と都筑区の分区に伴い1995年に2巻が新設されたのみで、それ以降の進展はない。地区センター図書室の蔵書は検索可能にはなったが、私立図書館とは分離されたままで、地区センター同士のネットワーク化もされていない。市町村立図書館の中では411万冊という、全館蔵書総数は日本最多だが、しかし人口あたりの蔵書数では1.1冊。 人と全国の政令指定都市の中で最低であり、神奈川県内の市の中でも最低の数値である。人口当たり資料費も56.3円で、政令指定都市の内下から2番目、県内の市でも下から2番目である。1967年の横浜の図書館の充実を願う市民の会による署名運動以来、横浜市の図書館の充実を求める声は続いている。現在、 もっと私立図書館を建設してくださいとの市民の声に対して横浜市は私立図書館の新設につきましては現在具体的な計画はありません。私立図書館以外では地区センター及びコミュニティハウス等の施設でも図書の貸し出しを行っています。との回答をしている。これに対して横浜の図書館を考える集い代表世話人の関千恵子は 図書館と関係ない市民局書館の図書室は大体300冊、多くて5000冊くらいの本である。専門の司書がいるわけでもない。当初、新しい本が入った時は、なかなか立派に見えるが、半年もすれば、同じ本ばかり、ということになり、飽きられてくる。として、せめて私立図書館の末端の廃本施設として、 移動図書館のように定期的に本を取り替えることを求めている。登録横浜市内に在住、または通勤、通学している者は利用登録ができる。その他、2017年3月から横浜市に通勤、通学ではない川崎市民、山戸市民、藤沢市民、鎌倉市民でも利用登録ができるようになった。貸し出し図書、雑誌合わせて6冊まで貸し出しできる。 貸出期間は14日間で、他に予約待ちの利用者がいない本であれば、一度だけさらに14日間延長することができる。返却借りた、図書館以外でも、横浜市立図書館18館及びその返却ポスト、移動図書館、浜風号でも返却できる。その他の返却可能な施設、返却ポストは、下記の通り、予約貸出し中、または、未所蔵の資料は、 予約をすることができる。件数は6件までで、図書館のカウンター、または電話から申し込める。利用者自身によって、ホームページ上でパスワードの登録をしていれば、すでに所蔵されている資料に限りインターネットの蔵書検索ページからも申し込み可能。パスワードとメールアドレスの登録をすると、二股川、東都塚の行政サービスコーナーや、 高難大と青幕内7カ所の地区センターでも予約本の受け取りが可能になる。横浜市立図書館で所蔵していない資料でも神奈川県内の公共図書館や提携している一部の大学図書館で所蔵している。それ以外の国立国会図書館、県外公共図書館、大学図書館からの場合も取り寄せは可能であるが、郵送料金は利用者負担となる。 コピー横浜市立図書館では1999年からコピー機の管理をリース業者に委託することで著作権法第31条の適用外だと主張し利用者は一切の手続きなく無制限にコピーができるようになったオンラインデータベース全館で国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス朝日新聞記事データベースキキクラ2ビジュアル 判例等の法律情報データベース、ウェストロージャパン、大谷総一文庫の雑誌記事作品検索データベース、ウェブオヤー文庫が利用できる。その他中央図書館では、読売新聞記事、データベース、読み出す歴史館、日経新聞記事データベース、日経テレコン、官報情報検索サービスなども利用できる。18ある行政区に、中央図書館を含め、18館ある。 一区一館であるため、各図書館には基本的に区の名前が付けられているが、中央図書館と山内図書館のみ異なる。旧横浜市図書館詳細は、横浜市中央図書館を参照横浜市。中央図書館は西区お松町一にある公立図書館である。横浜市立図書館の中核部である。1919年12月に横浜港。 開校60年、自治性、施行30年記念事業として建設が計画され、1921年6月に、市内初の公立図書館として、横浜公園内の図書館建設事務所内に、横浜市図書館仮閲覧書の名称で開館。本館の建設計画を市議会に提出する目前の1923年9月、関東大震災で1万数千冊の蔵書とともに、全焼。 12月16日に南区中村町の石油倉庫跡のバラックに中村町越乱所を仮設し被災者に娯楽を提供。1926年3月20日に横浜公園内に仮本館を再建し、1927年に旧大松小学校跡に建設した本館横浜市図書館2.1994年の建て替えで、 横浜市中央図書館に改称された。2012年現在、日本の私立図書館の単館増書数としては、大阪市立中央図書館に次いで2番目の規模となっている。横浜市鶴見図書館横浜市鶴見図書館は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2の10の7に、ある、公立図書館である。1980年11月に、 市内で5番目の図書館として開館した。2010年の開館30周年を記念して、マスコットキャラクターのツルポンを制定した。横浜市神奈川図書館横浜市神奈川図書館は、神奈川県横浜市神奈川区立町20の1にある公立図書館である。1987年10月に市内で12番目の図書館として開館した。キャッチフレーズは、図書館は、 あなたの知恵袋。横浜市中図書館は、神奈川県横浜市中区本牧原16から1に、ある、公立図書館である。1989年5月に、市内で15番目の図書館として開館した。場所は、同年にオープンしたマイカル本木の林地で、18、館の内唯一鉄道駅が、近隣になく、そのためか、年間入館者数も貸し出し者数も少ない。 マスコットキャラクターは本を読む、馬のモック。設立20周年の2009年に名前を公募して、2010年に決定した。横浜市南図書館横浜市南図書館は、南区宮寺町265の位置にある、公立図書館である。京急の広明寺駅に隣接した、広明寺公園内にあり、18館の中で最も駅に近い。 山の斜面を利用した鉄筋コンクリート作り4階建てとなっている。建物の1階は主に駅利用者のための自転車、駐輪場で、4階と屋上は広脇寺公園プールに利用されているため、2.3階部分のみが図書館となっている。図書館の1階には主に自動図書、2階には一般図書が配下されている。その他、1階には自動書研究コーナー、 初めて出会う絵本コーナー、外国語の本コーナーなどがあり、2階にはお仕事応援コーナー、ティーンズコーナー、郷土資料コーナーなどがある。南区には横浜国際高等学校があり、外国人居住比率も中華街のある中区に次いで高いため、しばしば外国の本や文化や風土を紹介するイベントを行っている。1992年12月に、 市内で16番目の図書館として開館した。青幕と続き区が文区前なので、この時点で一区一観構想は一応実現したことになる。逆に言えば、最後まで後回しにされた図書館である。2012年12月、南図書館創立20周年を記念して、利用者の投票によって、南図書館のマスコットキャラクター、グミオジーグミオ、ニャンが制定された。 キャラクターは横浜国際高等学校エンターテイメント部の生徒がデザインした。横浜市朝日図書館横浜市港南図書館は神奈川県横浜市港南区の馬場125にある公立図書館である。1987年1月に市内で11番目の図書館として開館した。年間入館者数は横浜市立図書館の中でほぼ最小だが、 貸し出し冊数は比較的多い。ほどがや図書館及び公会堂横浜市。ほどがや図書館は神奈川県横浜市ほどがや区星川1-2-1にある公立図書館である。1982年5月に市内で8番目の図書館として開館した。公会堂が併設されている。横浜市旭図書館横浜市旭図書館は旭くしろね4-6-2にある。 法律図書館である。鉄筋コンクリート作りの2階建てで、主に1階に自動図書、2階は一般図書が配下されている。1階には自動図書室や一般文庫、ティーンズコーナーのほかカウンターや会議室などがある。2階には一般図書室があり、新聞、雑誌などのコーナー、一般用閲覧席などがある。相模鉄道本線の二俣川駅にある、 行政サービスコーナーでは、図書の貸し出し、返却取り継ぎサービスが行われており、利用者登録の更新などもできる。1986年5月に、市内で10番目の図書館として開館した。2011年の開館25周年を機に、環境に優しい図書館づくりを目指して、図書館の屋上を緑化し、朝日くんの庭として、植物を花壇などで定植している。 横浜市磯子図書館は神奈川県横浜市磯子区磯子3の5の位置にある公立図書館である。1974年10月に市内で2番目の図書館として磯子センター内に開館した。1999年に磯子区総合庁舎の地下1階に移転した。詳細は横浜市磯子図書館を参照横浜市、金沢図書館は 神奈川県横浜市金沢区泥亀2の14の5にある公立図書館である。市民による図書館建設運動の結果、1980年5月に市内で6番目の図書館として開館した。2010年開館30周年を記念して名前を公募し、マスコット D 独務を制定した。二0 0年から2 0十二年まで景品休校の協力で、 金沢文庫駅に図書返却ポストを設置していたが、現在は終了している。金沢区には、横浜市立大学や関東学院大学のキャンパスがあり、大学との連携に力を入れている。横浜市江北図書館横浜市江北図書館は、神奈川県横浜市江北区区区なら奥の18の10にある公立図書館である。市民による図書館建設運動の結果、 1980年8月に市内で7番目の図書館として開館した旧江北区役所の建物を活用している市民団体江北図書館ともの会がある2010年の開館30周年を記念してマスコットキャラクターのと、しょんぼ、てんてん、かぶっくを制定した横浜市緑図書館は神奈川県1995年5月に 市内で18番目の図書館として開館した。1994年11月に、緑区から青葉区が分区したことに伴い、緑区の図書館であった山内図書館が青葉区の図書館となり、緑区に新たな図書館が作られた。2007年から2010年まで、長横浜市三内図書館は、神奈川県横浜市青葉区あざみの2丁目3の2にある公立図書館、 鉄筋コンクリート造り3階建てだが、山内地区センターを併設しているため、図書館は2階の1フロアのみである。青葉台駅、滋賀、尾駅、多摩プラザ駅に設置された返却ポストで、横浜市立図書館の本の返却を受け付けている。なお、駅返却ポストでの図書返却には、横浜市立図書館カードが必要である。2020年現在、 駅返却ポストを設置しているのは山内図書館だけである。美しが丘西地区センター、大場みすずが丘地区センター、奈良地区センター、藤が丘地区センター、若草台地区センター、棚ステーション、青葉台コミュニティハウスの青葉区内7施設で貸し出し、返却取り次ぎサービスを行っている。マスコットキャラクターはレッサーパンダの山ちゃん。2017年現在、 横浜市立図書館で唯一指定管理者として民間企業に運営を委託している。そのため、独自のホームページを持つほか、ツイッターやメルマガやブログによる情報発信、青葉工夫系写真データベースの作成、日経テレコンなど有料データベースの活用、開館時間の延長、図書購入の取り次ぎ、館内文房具ショップ、宅地サービス、図書の有料宅配サービス、 登録不要の無線 LAN サービスの提供などユニークな活動を展開している。民間企業に運営が委託されて、以後、図書館長が、司書資格を持つ女性になった。1977年4月に、市内で3番目の図書館として開館した。当時は、青幕分離前で、緑区にできた図書館だったが、一区一館構想もまだなく、地元民の希望で山内村から名前を取って、 山内図書館となった。2005年5月、図書館が遠くて、不便という区民の声に応えて、市が、尾駅、奈良地区センターでの図書返却サービスを開始する。12月には、青葉台駅、玉プラーザ駅、棚ステーションでも返却サービスも開始し、同時に奈良地区センターで予約本を受け取れる取り次ぎサービスも、モデル事業として始めた。2007年、 上記のモデル事業が好評であったことから、図書の貸し出し、返却取り継ぎサービスが、青葉区内地区センター等を6施設に拡大される。2010年、指定管理者制度を導入し、有林道グループによる運営を開始、平日か金曜日の開館時間を午後8時30分まで延長。有料宅配サービスの施行開始。横浜市鈴木図書館は、 神奈川県横浜市鈴木区茅ヶ崎中央32の一にある公立図書館である。鉄筋コンクリート作り地下1階地上6階建ての鈴木区総合庁舎の1階が鈴木図書館である。10倍以上の蔵書数がある中央図書館よりも年間の貸し出し冊数が多く、市民によく利用されている図書館の一つである。民間の指定管理者制度を採用した。 山内図書館ほどではないが、図書館ホームページも横浜市立図書館のテンプレートに、無線 LAN、フレッツスポットが利用できる。1995年4月に市内で17番目の図書館として開館した。これは1994年11月の都筑区の誕生を受けて、都筑区総合庁舎の完成とともに1階フロアに開館したものである。区役所と同じ建物にあるため、 中央図書館、磯子図書館と並び、駐車場が充実している。2000年3月の開館5周年記念シンポジウム、地域図書館の新たな役割を考えるのために、公募した市民サポーターから、地域サークル、続き図書館、ファンクラブが生まれる。このサークルは、年4回ファンクラブ通信を発行して、無料配布するなど、利用者の増大に貢献している。 図書館職員や市長とのミーティングもたびたび行っている。2010年15周年を記念してマスコットキャラクターのミャーゴとチューズが制定された。2012年広北図書館、緑図書館と共同で横浜市北部地域写真アーカイブ丘の横浜写真館を作成した。愛横浜市戸塚図書館横浜市戸塚図書館は 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町127にある公立図書館である。1978年に市内で4番目の図書館として戸塚センター内に開館した。1972年に作られた戸塚に図書館を作る会などの市民運動の成果である。戸塚センターは鉄筋コンクリート作りで地下1階地上3階建ての建物である。2階は 戸塚地区センター、3階は公開堂となっていて、閲覧室は1階部分のみである。2階の一部土地家を事務室図書庫として利用している。東戸塚駅の行政サービスコーナーでは、図書の貸し出し、返却取り次ぎサービスが行われており、利用者登録の更新などもできる。横浜市栄図書館は、神奈川県横浜市栄区高田町三十四の九にある。 公立図書館である。1989年3月に市内で14番目の図書館として開館した。愛横浜市選図書館横浜市選図書館は神奈川県横浜市泉区泉町6207の子にある公立図書館である。1989年2月に市内で13番目の図書館として開館した。2012年から 予約の多い本上地コーナーを試験的に設け予約数が多いために本棚に並ぶことのない本の一部を考え貸し出し禁止にして館内閲覧用に提供している。なお、このコーナーは図書館の資料費で揃えた本ではなく市民からの寄贈本だけで構成している。横浜市世谷図書館は神奈川県横浜市世谷区本郷3の22の一にある公立図書館である。 1985年1月に市内で9番目の図書館として開館した。移動図書館、浜風号は図書館から遠い地域を巡回して個人貸し出しを行うバスである。図書館カードは横浜市立図書館と共通で図書館カードの発行も行っている。移動図書館の本の貸し出し、返却以外に予約した本の受け取り、 他の横浜市立図書館で借りた本の返却もできる。巡回するステーションは以下の21カ所で月に2から3回訪問している。1970年8月に導入され、図書館のネットワークに接続されるまでの間、対応された3枚のプラスチック製の貸し出し券との引き換えという形で書籍を貸し出していた。ありがとうございます。